宮崎工業高校のグラウンドのすぐ隣にありますモデルハウスにやってきました。ここからご案内くださるのは宮崎住宅建設工業の田原さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらのお家すごくシンプルで落ち着いた雰囲気ですけれども、どんな特徴があるんでしょうか。はい、こちら狭小地なのに広々とした空間を演出したお家となっております。限られた面積でも広々空間が実現できる。敷地面積 59.8 坪と決して広くはない狭小地ですが、中にはどんな工夫があるんでしょうか。失礼します。おーはー、すごい。まず何でしょう、この木に包まれてる感じ。はい、杉の木を使用しております。天井が高いというか、これ吹き抜けですか。はい、吹き抜けにすることで開放感を演出しております。ちょっと2階も気になりますけど後でまたゆっくりとやっぱりこれだけ木が使われているので、すごく深呼吸したくなるようなリラックスできるようなほわんとした気持ちになりますね。快適に過ごせるポイント、実はこの壁には調湿・脱臭効果のある壁材エコプラスを使っているんです。で、あ、ちょっとキッチン気になるので行っていいですか。はい、失礼します。これね、そのこれだけ開放感のある中でこのキッチンかなり存在感ありますねそうです ねすごい、この奥行きもまた十分ですね、はいはい、で、これちょっと見えましたけど、あの膝を入れるスペースがあるのでちょっとここにハイチェアを置いてちょっとね、料理しながらも食べちゃうみたいな、はい、飲んじゃう、はい、アイランド型のキッチンはシンクも大きいので料理しやすいのはもちろん、たくさんの洗い物が出ても広々と使えるんです。嬉しいポイントは他にも。下の方があの足が側面が浮いてるタイプになっていますので、お掃除とかもしやすくなっております。やっぱりあの全部ついちゃうと、まあ、そこもちろんお掃除できないだけじゃなくって、あの床がやっぱり色が変わっちゃったりとかするんですけど、はい、これだったらもうあのお掃除ロボットも、はい、通過できますね。通過できます。いい、衛生的にもいい。で、この奥はどうなってるんですか。こちら、はい、ランドリールームになっております。ランドリールーム。キッチンのすぐ隣には脱衣所や浴室など水回りがあり、家事動線もバッチリ。そしてまた大きな鏡とこの赤い緑の窓があるからやっぱりいいですね、はい、造作の洗面台も木材を使用。シックな浴室に合わせて洗面器も黒で統一感を出しています。この壁は素材は何ですか。こちら壁はモイスを使っております。モイスも消臭や調湿効果に優れた素材となっております。水が弾いてもすぐに消えていくような素材になっていますので、バシャと洗っていただいて大丈夫ですさらに高さを調節できる造作棚を設けているので、散らかりがちなランドリールームもすっきり整いそうです。で、この後ろ壁ですけど、これは何でしょう。クローゼットになっております。おお、すごい奥行きがすごい、あ、ここももしかして壁は。はい、モイスです。モイス、こもりがちな匂いとか気にしなくていいですよね、はい、で、ここはあれだ、あのスーツとか、はい、ジャケットとかかけて、はい、で、ここは腕時計と、はい、アクセサリーとかも置けるし可動になってるから、はい、そしてこうぐるっと回ると、ここが失礼します。あーちょっとどうしたなんと一周戻ってきました、はい、先ほどあのキッチンから出発してぐるっと、あんまりね映したくないところを綺麗に隠してますねそうですね、これは素晴らしい、はい、LDK からはフェンスに囲まれたウッドデッキがつながり、奥には 5.4 畳の寝室を配置しています。続いては小西さんが気になっていた2階へ。わあ、こうなってるんだ、秘密基地みたいな広々としてますね、はい、
しているんですけども、いずれまあお子様がいらっしゃる方とかにはここ真ん中で仕切っていただいて子供部屋を2つ作るっていうことも可能です。で、一番いいなと思ったのがこのここが完全に壁になってないのでやっぱり下の雰囲気を感じられるんですよね。はい、居室の中で下で過ごしていても上で過ごしていても同じ空間で過ごせるっていうようにこう多いとかお母さんご飯できたまだお腹空いたっていう会話ができちゃう。はい、何しようかな私はもうでもこれだけ広いですからね、もう本当に私の大好きなヨガもできるし、あ、なんかダンスとかフラダンスの練習もできそうですよ、ここで。こちらのモデルハウスにはさらに機能性を高めるためにあるシステムが搭載されているんです。こちら玄関に入った時からすごく涼しいなと思ったんですが、何か秘密があるんですか？はい、こちら全館空調システムのパッシブエアコンも搭載しております。機械一つで全室ムラなく快適に過ごせるような機械となっております。こちらから夏は涼しい風が流れ込み、冬には足元の方から暖かい空気が出てくるようになっております。全室ムラがないってめちゃくちゃ大事ですからね、快適さに欠かせないですからね。狭小地って伺ってたんですが、全くそういう狭さを感じない広々とした、そしてこう自然の中に包まれたようなそんなお家でした。こちら天満町モデルハウスは完全予約制にて見学可能となっております。ご予約の際はホームページまたはインスタグラムにて随時更新しておりますので、そちらをチェックしてください。